せっかくだから、国学について、国学とカタカムラについて、ちょっとお話をしていただくといいかなと思っております。どうですか、天文先生、国学と、国学と戦う。そうですね、国学っていうのが何なのかっていうのが、やはり「古事記」と「神代七代」で、これ何を国学として祖先は一番中心に伝えたかったのかっていうのは、突き詰めて言うとやはり「息」なんですよね。よく地球と一体となりましょう、皆さんで一体となりましょうっていう言葉は今すごい綺麗だからいろんな人が使ってるんですけど、本当の意味を知ってる人っていうのは全く皆無で、じゃあ地球と一体となるって何、瞑想すればいいのか、これね、突き詰めると呼吸なんですよ。だからこれが麻尼宝珠で、息を吸って、これを大気でやると大気が動くんですよ。息をすることで大気動いてるじゃないですか。大気が動くときに自分の想念も混じることで、地球の大気と自分の魂と体と心が全部一体となるんですよね、この呼吸っていうのは。で、これによって命というものも生まれてるし、もう突き詰めるとこの火と水、水と火のこの息になる。これによって無から有が生じるっていうのが神代七代の創造の原理なんですよね。人間のお父さんの種とお母さんの卵が合わさって子供が生まれる。もうこれが全ての相似性のもう一つの型で、これを教えてるのが古事記の神代七代で、これが稲荷の息の御伝えなんですよ、究極の。で、これを表しているのが三種の神器であり、造化三神なんですよ。で、この造化三神を象徴しているのがまさにカタカムナというもので、まあ時代によっていろいろな揺らぎがあるんですけども、根本的なところに行くと、この息の御伝え、全ての万物の創造の原理というものに、カタカムナっていうのはやっぱり突き詰めていくとそこに当たる。言霊もそこに当たるし、カタカムナもそこに当たるし、全てはその原理から生まれてるという、これがね、国学なんですよ。これを理解することで人類に秩序が生まれるんですよ。これがなくなると人類っていうのは無秩序になってしまうっていう、まあ簡単に言うとこんな感じですね。苦学の神髄ですね。いろいろな先生たちがいろいろなことを言うんです。まさに本居宣長がこう伝えたかったこと。まあ、もともと国学っていうのは、まあ、本居宣長さんから始まったと言われたり、それを体制化したのは平田明日香と言われるんです。やっぱり、究極にまとめると今、天文先生言った。ここに尽きるんです。これなんです。国学を、まあ、本当に戦国時代があって、いろんな戦があって、まあ、庶民の生活もぐちゃぐちゃになったんですけど、やっと平和な時代になってきて、自分たちって一体何なんだろうって考えたときに、まあ、国学というものが生まれてきて、言語学、まあ、あいうえおとかいろはとか生まれてくるんです。何を伝えたかったかっていうのは、今、天文先生おっしゃったこの部分ですね。深く理解できました。先には広がる未来の僕らの暮らしバラ色の生活以外考えられない、それはもうそう人にそう言われても構わやしない、勘ぐれば勘ぐるほど君にハマってるって俺知らされてる一人で、連絡がない夜には片手に携帯持ってI'm not afraid to die.
手に携帯も